大人の世界にようこそ。はい、ではね、ホープフルステークスの振り返りを行いたいと思いますけども、まずね、一番のゴンバデカーブースがね、出走取り切ってしてしまいまして、まああと17番ね、サンライズアースも取り消しまして、16頭ということになりましてね、まあ、特にゴンバデカーブースは、まあ、軸馬として考えてたもので、もう全くプランがちょっと狂ってしまいました。仕事の関係でね、それ知ったのが3時15分ぐらいで、あれゴンバデカーブースいないと思って、そこでもうそういうことになってしまったんで、まあ、4頭ボックスという形で勝負するになってしまいまして、こういう感じでね、なりました。ただ変換があったんでね、まあ、取り紙にはなりましたけども、まあ、傷は浅くて済んだのかなっていうような、まあ、200円ずつね、馬連ボックス3連ボックスで、うん、このぐらいならまあね、お遊びとしてはいいのかなとは思います。で、本命はだからまあ新エンペラーにね、まあ、なったわけなんですけども、勝ちパターンだったと思うんですよね、レース的には、うん、ただやっぱりね、ルメールさんがいい足で上がってきましたね。1着レガレイアンが35秒0の足で、うん、上がり最速で来てますからね。新エンペラーも、あ、これいったなと思ったんですけども、ちょっと足色が全然違ってましたからね、レガレイアンのね、なんかいかにも牝馬らしいキレがありましたよね。牝馬初のホープフルステークス勝ちというらしいですけども、まあ、さすがルメールさんという感じでした。で、まあ、ここからはちょっと余談になるんですけども、私実はね、その3時15分にゴンバデカーブースが出ないっていうふうにして、これじゃちょっと面白くないなっていうことで買い足してしまったんですよ、馬券をね。その買い足したのがアンモシエラ、この馬をね買ったわけですよ。まあ、なぜかというと、まあダートとはいえ、まあ、2連勝してて、で藤田七子騎手が3枠からこうスルスルと逃げ粘るんじゃないかなというような、そういう展開を予想してたんですけど、なんと来たのがね、同じくダートで、ね、走ってきたサンライズジパングということでね、狙いとしてはね、まあ惜しかったなというのはありましたけども、サンライズジパングね、で13番人気で、これでもうね、とんでもない馬券に1番人気2番人気に13番人気ですからね。ということで3連複が18,800円、3連単が56,240円。でもそうでもないんですよね、56,000って。もう10万ぐらいついてもいいんじゃないかなと思ったけど、やっぱ1番人気2番人気ってところが、まあ、そうなのかなっていう気は、まあ、あとはまあね、竹さんの場合はやっぱりさすがに16枠厳しかったかなっていう、先行していかなきゃいけない馬なんですけどもね、ちょっとやっぱり枠でしたね、これはね。で、あと新エンペラーはどうなんだろうなっていうのはちょっとね、まだね、もちろんこれからね、まあ本格派してくると思うんで、今後の期待はまあもちろん持てるようなレース内容でした。まあなんかルメールさんにうまく乗られたなっていうような印象が強かったんで、まあ、クラシックの、有力候補であるのは間違いないと思いますね。まあ、機種がまあムルズバイフ機種から今度誰になるのか分かりませんけども、ただレガレイラがね、なんか皐月賞に出るぞっていうことらしいんで、そうなるとなんかね、まあ確かに今回このメンバーで勝ちましたんで、これ2000もいけるぞっていうのが多分自信を持ったんでしょうね。むしろ2000のがいいんじゃないかっていうような、多分そういう考えがちょっと見えるんですけども、確かになんか1600走らせるようだったら2000の方が、合うんじゃないかなっていうような、今日はそんな走りを、見ましたね。まあそんなとこですかね。まあとにかくもうゲートを開く前に、そのゴンバデカーブースの回避によってもう全てのプランが崩れてしまいましたんでね、今回は、まあまあそれにしてはまあ傷は浅く済んだんで、まあ良かったかなというふうには思います。一応今年の競馬はこれで終了です。私この1レースしか買ってませんでしたんで、まあ前回の動画でも言ったんですけど、今年はねプラス収支で、終えることができました、ね、何百レースと買ったんですけども、プラスでそれは、まあ、有馬記念のおかげでもあるんですけども、まあ、金牌から始動しまして、あとはまあ一応気になった主に重賞をね買っていきたいと思いますので、ぜひとも今後もチャンネルの方ご視聴の方よろしくお願いします。というわけで、はい、
あね、私のようなあのサラリーマンはね、そんなね何万何十万というのレースには突っ込めませんけども、ただまあかける金額は違いますけども、むしろ少ないお小遣いの中でなんとかそれを増やそうっていうような、その執念の方がそのお金持ってる人たちよりは上だと思ってますのでね、よろしくお願いしますというわけで、はい、じゃあというわけで、本日はこの辺で終了です。次回もよろしくお願いします。さよなら。